ごめんなさいって言ってたの。これはすごくない。そういう人がいた。それはすごいよね。やられたら。
上転換転換、転換でこれもこうやって離して上転換もここ下転換もここもここもこれも上も上もただこれ上転換
基本的にはだスローフラップ基本的にこっち入れれば出せない時にこう内側に入ってからこの両方に今こうやってこうやって帰ってきちゃダメなんだよね。すべての答えがいつも出す、出す、出す、相手を出す、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 で、出してたら、僕が手の馬、他のところ手の馬を投げで、僕のボディがそれに入ってる、出してるこの位置で、これでどうするかどうか、僕が立ってる位置で、位置が多分この辺に来てる、手を取った時はこの辺に手がどうなんだろうと、ぶつかりました。で、こう思うとここで取れるでしょ。そこがこういう意味です。だから一定通りこういう意味になりました。だから同じ場所は絶対無理です。違うね。ずっと今こう出してくれたら今度こっちを向こうへ返してやるとどうなっちゃうかというと、ぶつかりました。今度こうなって向こうへ返してあげるならこう思う、息を吐く、相手に返してやると、この内側から入る、内側から入るのでここでもらって今度はこっちへ返した、こう、こう、そしてこう、出る、あれですか、これじゃなくてせっかく外で今解いてるのは、ぶつかりました。ぶつかりました。やめて、ここを持ち。で、じゃあちょっと行ってます。